さあ次の新製品はこちらになります。ガス風呂バッグ V10 ウルトラコンパクトのブラックモデルとなります。昨年の12月にね、こちら V10 ウルトラコンパクトっていうのをね、発売させてもらったんですけども、すいません、いろいろとねご迷惑をおかけしてしまって申し訳ございませんでした。先月の10月にもねセカンドロットが無事に出荷いたしましたので、もう手に取っている方もねいるかと思われます。おかげさまで非常に人気のあるモデルとなっているんですけども、それの待望のブラックモデルですね、 V10 ウルトラコンパクトのブラックモデルが加わります。これはね本物も存在する銃となっております。V10 ウルトラコンパクトの性能はそのままに、表面の仕上げをねこうブラックに変更してあります。こちらのね V10 ウルトラコンパクトでは、側面とそれ以外でね質感の異なる2種類のね表面処理を施していたんですけども、このブラックモデルでも一色のねこの黒で全体を仕上げるんではなくてね、ちょっと異なる仕上げの仕方で全体をまとめるようになっております。ちょっと今実際に僕のこの手に取っているねものに関してはまだ製品版ではないので、サンプルになってしまいますので、ちょっとね発売時には若干の仕上げが変更になることをご了承ください。搭載されるエンジンはもちろん V10 ウルトラコンパクトのエンジンを継承しております。 M45A1 のエンジンをベースとした直径 15mm の、ねシリンダーを搭載しておりますので、このサブコンパクトサイズながら非常に力強い、手にガツンとくるね強烈なブローバックが体験することができるようになっております。このサイズでね直径 15mm シリンダーを搭載しているのはこの V10 ウルトラコンパクトシリーズが初めてですからね、そういった意味でもね注目度が非常に高い製品となっております。あとはねやっぱりこの特徴的な V ポートももちろん健在ですね。コーンバレル10個のポートが開いておりね、さらにそれをこう引き立たせるためにねこのようにスライドが大きくえぐられているんですけども、ちなみにねこのえぐりがこうちょっと V の字型をしているのでね、あとそのポートの穴がね10個開いていることがこの V10 の名称の由来となっております。ノバック社のね正式承認のダイキャスト製リアサイトも標準装備、さらにねこのリアサイトを外してもらって、同梱されているマウントベースを装着すればオプションのねマイクロプロサイトも載せることができるようになっております。本物の V10 ウルトラコンパクトってね歴史がある銃なんですけども、あえてねこういった最近の流行りでもありますマイクロプロサイトをね載せることで、サバイバルゲームなんかをはじめね、シューティング等でも非常に使い勝手が良くなるしね、何よりもねやっぱりこう見た目がガラリと変わりますので、ぜひね試していただくのも良いかもしれませんね。マイクロプロサイトもこの、こちらかブラックもフラットダークアスカラーもね2種類発売されておりますので、あえてこのねブラックのボディにこういったねフラットダークアースをね乗せるっていうのも面白いかもしれませんね。火に強いダイキャスト製マガジンは相談数が22発、今回はこういった形で黒いマガジンが標準装備となります。V10 ウルトラコンパクトではね、メッキ仕様のマガジンだったんですけど、今回はこのように、ブラックの、ね、マガジンが標準装備となります。もちろんこのマガジンはね互換性があります。 V10 ウルトラコンパクトにも使うことができるようになっております。もちろんその逆もしっかりですね、両方購入していただければねワンポイントでちょっとマガジンをねバンパーの色が違うワンポイントでねマガジンを変えるっていう、そういった楽しみもできるようになっております。さらにはね、丸いのガスブローバックのシングルガバメント系のマガジンならね互換性があります。ただちょっとね注意してもらいたいのはデトニクス4号のマガジン、ボーパルバニーのマガジン、あと、紹介しました新製品の AM45 の、ね、マガジンはちょっと長さが短いので使用できませんので、これはご注意ください。さあ肝心の発売時期なんですけども、来年のね春頃をちょっと予定しております。価格は V10 ウルトラコンパクトと同じメーカー希望小売価格18,800円、税別を予定しております。このスペアマガジンもね同時発売予定で、ちょっとこの価格に関してはね、現在調整しておりますので、ちょっと発表はできないんです、すいません。さあ紹介してきました新製品 V10 ウルトラコンパクトブラックモデル、ぜひねこちらもご期待ください。よろしくお願いします。